唐突だが、世界はもう終わっちまってる。人生の大半は辛いことで、たまに訪れるわずかな幸せのために人は生きてるな。あれ嘘だ。そのたまの幸せさえ訪れないのは、まさに生きる力だ。そう、この国は俺みたいなゾンビが溢れ返っている。ミラージョービッチは現れない。世紀末だ。救いようがない。そんなことを考えていると、一人の少女に話しかけられた。彼女は愛護をしているらしく、私のお店に来ないかと言ってきた。世紀末に何を能天気なんだろうかな。まあ、たまにはこういう店も悪くないかと思う。俺は扉を開いた。
さな小さな地球の中の小さな小さな日本の中の小さな小さな君の住んでいる町に小さな小さな幸せが舞い降りますように。私たちはそんなちっぽけなことしか君のために願えないけど、きっとこの願いは叶うんだよ。だって私たちはテンパプリンスだもの。これが理由にならないため、we'll be right back.
¡Gracias!
Thank you.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 